はい、どうも、大阪神戸スパーズの藤です。しゅんしゅんです。はい、今回はローンウォッチの第7回目をやっていきます。第7回目はスカーレットのみの報告となります。スカーレットは、ウィンブルドン戦、モアカム戦、ダービー戦、イプスウィッチ戦、ウィカム戦の5試合に出場しています。まずはウィンブルドン戦です。ウィンブルドン戦はまあ、ちょっとゴール前で、まあ、ごちゃごちゃってなって横にパス出したんですけど、まあ、それがシュート入らなくて、まあ、入ってたら、まあ、アシストになってたみたいな場面があったりだとか、うん、まあ、速いクロスが来たんですけど、ヘッドして、まあ、枠の外に外れてしまったっていう感じのシーンがあって、まあ、得点できそう、もしくはしてもらえそうなシーンがありはしたんですけど、まあ、得点はできなかったっていう感じですね。あと良かったのは、斜めのスルーパスを自分が出す側になって、いいスルーパスを出したっていうシーンがあって、これはとても良かったかなって思います。で、最終的にはこの試合 PK になって、スカーレットも蹴ったんですけど、なんかすごいいいコース、きついコースに、まあ、沈めることができたっていう感じですね。まあ、スルーパスの場面もね、素早く前向いて出せたところが良かったのと、まあね、ゴール前にしっかりポジショニングできてるんで、まあ、こぼれ球とかに反応してシュート打てたりとか、うん、まあそういったことができてるのはいいんじゃないですかね。かなりなんかゴール前のこぼれ球拾ってるイメージはあります。うん、そうですね。うん、はい。というのが、ウィンブルドン戦でしたと。次、モアカム戦ですね。モアカム戦はフル出場となっています。この試合はかなり縦パスを切るシーンが多かったかなと思ってて、まあ、くさびのパスを受けて、まあ、ターンしようとしたらファールもらえたりだとか、うん、まあただ結構無理な縦パスがまあずっとなんですけど多くて、まあ、なかなか収められないシーンとかもありますし、まあ、その反面うまく、キープして、サイドに出すみたいなシーンもあり、結構軸になってきてるかなという印象はこう最近の試合を見て思いますね。やっぱり自分がもらって起点になるシーンがちょっと増えてきたかなって思います。まあ、それとあとね、ちょっとペナルティーボックスでの1対1とかはちょっと抜けないんですけど、まあ、ボール運んでる時に、足技で方向転換して、うまくドリブルで運べたりとか、まあ、はい、そういうのもできるんが、まあいいかな、という感じですね。運べるところもまあいいかなって感じですかね。あとはまあ、ワンツーでペナルティーボックス侵入するようなプレーも、まあ見せてるんで、まあ、そういった感じがいいんじゃないですかね。はい。そうですね。次がダービー戦です。ダービー戦は86分までの出場となっています。この試合はフリーキック蹴ったんですけど、まあ、全然入る気がしないフリーキックを蹴ってしまったという感じで、ちょっとスパーズフォワード伝統のキックやったなっていう感じがあったんと、まあ、あとルーズボールを、ね、左足で打ったらちょっと浮かしてしまったりだとか、まあ、あと、そうですね。この試合だと、まあ、サイドチェンジを、まあ、トラップして、で、ワンツーで出したんですけど、ワンツーでもらい直したんですけど、まあ、それを通してもらえないシーンとかあって、で、まあ、あとあれですね、このシーン、この試合がそもそも結構、自分にボールが渡ってこなくて、てか、ポーツマスボールにならなくて、スカーレットにボールが入ってこなかったっていう感じでしたね。そうですね。あんまり付け加えることはないですね、この試合。そんなにボール蹴れんかったかなっていう感じです。そうですね。はい。次がイプスウィッチ戦で、イプスウィッチ戦は79分までの出場となっています。この試合は、点決めました、ペナルティーボックス付近でターンして、左足で、相手の股下を抜いて、グラウンドのシュートをサイドネットに突き刺したっていう感じで、まあ、ストライカーらしいゴールはできてたのかなっていうふうに思いますね。で、あともう一回スルーパスに抜け出してシュート打ったシーンがあって、うんうん、まあ、ちょっとオフサイド臭かったんですけど、まあそれも良かったシーンかなと思います。あと、この試合監督も言ってたんですけど、めちゃくちゃ守備して、まあ追いかけまくってて、うんうん、まあこんなに、守備するフォワード見たことないとは言われてたぐらい、確かに見ててもめちゃくちゃ守備してて、うん、しっかり勝利に貢献できたんかなっていうふうに思いますね。プレスめっちゃ行きますからね、前線から。めっちゃ行きますね。めっちゃ行く。でね、センターサークルでね、インターセプトして、そのまま超ロングシュート狙ったシーンもあったし、うん、まあ、シュート意識は強いしね、ゴール決めたシーンはね、
あの、カウンターでむちゃくちゃ長い距離走ってるんですよ、ね。センターサークルぐらいから走ってゴール決めたんで、まあ結構疲れてる中、冷静に相手の股下抜いてゴール決めたなって感じですね。そうですね。決めた後、喜ぶ前にめっちゃ疲れてる感じがあって、そうですね、そら疲れるわ、あんだけ走ったなって思いましたね。はい。というのがイプスイッチ戦でしたと。で、最後はウィカム戦ですね。ウィカム戦は、まあ、そうですね、まあ、相変わらず難しいボールがいっぱい飛んでくるんですけど、結構しっかり抑えてるなというのはありますね。なんか頑張ってるなというのがあって、あとルーズボールに反応して、あの反応が早いんで相手より先に反応して取れるんですけど、まあ、それで相手は逆にそのあのレイト気味に来るんで、まあ、それでイエローカード出させる場面とかもありますし、まあ、縦パス受けて、まあ、それかそこからサイドチェンジ狙うみたいな感じでこうチャンスメイクの一歩手前ぐらいの役割もまあこなしてたりだとか、っていう感じでこう何でしょう、本当にセンターフォワードとしてなんかいろいろ求められてることが増えてきてるし、まあできることの幅も増えてきてるかなっていうふうに思う感じでしたね、この試合は。まあね、なんか適当なボールね、ちょっと収めてそこでね強引に前向いたところを倒されるシーンが結構多くて、まあファール取ってもらえへん時もあるんですけど。まあ、それでファール取ったらかなりプラスになるし、あとは、まあ、ミドル打ったりとかかなっていうのと、ね、あと、この試合もダイビングヘッドありましたね。アーリークロスにダイビングヘッド合わせるシーンもあって、はい、スカルトめっちゃダイビングヘッド多いなっていう、そうですね、なんか、印象ある。何試合かに一遍ぐらいのダイビングヘッド見ますね、スカルトは。はい。現代サッカーであんまダイビングヘッド見えひんねんけどな。そうなんですよ。謎なんですね、これに関しては正直。はい、というのがウィカム戦でしたと。まあ、ちょっと5試合というか、まあ、最近の試合なんですけど、こう、本当にハードワークはしてるなっていう印象はすごい受けてて、まあ、守備もするし、うん、まあ、前線で潰れ役になったりだとか、おとりになるランニングをしたりだとかっていうので、こう、本当に献身的な部分が目立つし、まあシュートも、まあこの5試合で1本だけですけど決めてますし、うん、まあチャンスメイクもしてるしっていう感じで、こう、なんやろ、まあサポーターからもやっぱ好かれそうなプレーをずっとしてるし、はい、してるし、まあ活躍もしてるしっていう感じで、なんかもう応援したくなるようなプレーをしてるんで、見ていただければなっていう思いって感じですね。はい、そうですね。はい、というのがスカーレットでしたと。まあ、今回1人だけだったんですけど、まあ、次回は2人になればいいかなという感じです。はい、今回はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。